リフュージオ・バレー・パーク・ハーキュリーズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、コントラコスタ郡にあるし、人口は、約19,488人。住民は裕福でありざったで、アジア系アメリカ人が一番大きな集団になっている。街にはいくつかの軽工業とハイテク産業がありまた、主事の商業と小売にも活気がある。住宅や、 その他の建物の大部分は最近建築されたものである。新しい商業と住宅地が発展中である。これにはウォーターフロントの開発が含まれ、近くには古い街の名残をとどめる歴史的建造物がいくつかある。I-80 沿いでコントラコスタ群の西部に位置する小さなベッドタウンの一つである。サンフランシスコから3 2トルほど北東にあり、 順調なら車でおよそ30分で着ける。オークランドからも同じくらいである。近隣にある町は南西にイピノール、北にロデオ、マーティネズはルート4を経由して東にある。1881年、危険を避けるためサンフランシスコから移転した火薬製造会社カリフォルニアパウダーワークスの工場、及び社宅街として建設され、 商標名にちなんでヘラクレスと命名された。この工場では第二次大戦の頃には火薬以外の化学製品も製造されるようになったが、その後競争に勝てず1976年に閉鎖された。しかし1970年代にはサンフランシスコの通勤圏として再び発展した。ハーキリーズ公共図書館、ありがとうございます。